はいどうも皆さんこんちゃっちゃ、麻雀成田まやのたまこと日本プロ麻雀協会19飛行機の小野亮介です。本日の動画は先日行われた朱雀リーグ第5節3回戦たまにとってプロで初めての放送対局となったハンちゃんを1局ずつ振り返っていくものです。今日取り上げるのはトン3局たまの親番です。さあ庄司さんが走っていく展開から全局すごくラッキーな2004戦を積もり迎えた親番ハイパイがこんな感じですね。いやードラガローマンで赤とのターツが1個あってピンズで1メンツ、さらに数ピンを引いて4連携にもなり浮き配もチーピン、ソーズもリャンゾーブが浮いているものの6788なんかパーソンのところでちゃんとなってまあウーソーとかパーソン引いたらみたいな形で、こういう手の時もめちゃくちゃチャンス手なのでもう少しでも役牌を先に切り出したいですね。なんかポンって言われてなんか流されたりとかちょっと高い仕掛けとかになっちゃうと嫌なんで、もうこういうのは積極的に役牌からてかまあ他に切るものがないですね。まあ初と白の選択あれですね、第3弦があるかないかの桜井ですが、まあランダムな時もあります。さあもうこの手はねとにかく自分の攻めマックスですね。とりあえず役牌切り出していって、さあリアさんダブトン切ってきましたね。チーピン重なった、もうこの時点で考えること、まあ現状だとまあチーピンアンコになった時のバーソーみたいなところもあって、あとタイヤも一応そうなるとできますからね。まあこの場合選択肢どうなんだろう、リャンマンリャンゾーパーソーなんでしょうが、まあパーソーはチーピンのアンコとか、あとはまあイーペコできたら嬉しいんでパーソーは残します。まあリャンゾーとリャンマンの比較で今回はリャンゾー切ってるのはイーソーが切られてる分ですね。まあなんか数万3万とか引いたらめちゃくちゃ嬉しいですしね、こっちの方が。さあさあさあ、もうこんなん鼻フンフンしてますねきっと。もうシャワーつもぎり、もうこんなの安牌候補とかいりません、自分の攻めマックス。さあドラメンツができました。これはもうねえ、もうこうなるとなあ、いやさすがに、まあ、4連携のところもチーピン引いてとか一数ピンとのシャンポンのまあテンパイ、まあ、リーチュー使うはさておいて、まあ、一数ピン引いてシャンポン玉点からのチーピン横伸びとかもあるので4連携は残したいです。まあ、3ピンとか引いても嬉しいですし、でこれがね、チーマンだったんで、数万だったら3万引きがめちゃくちゃ嬉しいんで、リャンマン残して、パーソーかもしくはタイヤをつって E ピン切ってると思うんですけど、まあ、多分 E ピン切りになるのかな。これなぁ。多分リャンマン切りました。なんか一番シンプルかなって思っちゃいました。まあ、チーピン引いての、イスピンってよりはウッパーソーでタイヤをつけたいとかもありますし、まあ、パーソー引いてのウッパーソーチーピンの、ね、変則3面もありますし、これはリャンマン切ったのがね、いやでもリャンマン選びそうなのどうなんだろう、みんなさんは何切ります？これ実際結構いろんな人に聞いたんですけどね、さすがにリャンマンじゃないって言ってもらえたんですけど、次に引いてくるのが3万、おいおいそれが一番ダメ、もうつもぎるしかないですね。ちょっとだけね、振り手残そうか考えたんですよ。数万引いての振り手3面じゃん。もうタイヤ落ちて。いや、だったらでも先にリャンマンよりイーピン切れやって話になっちゃうんで、つもぎったら、パッツも。パッツも。リーチ、ピンフ、一発、つも、赤、ドラ、採点6000オール。さあ、空振りました。そして引いてくるのがウーピン。まあまあまあ、サブローピン。リーチピンフ赤ドラ、まあ1万2000点になりますからね、これでも。うん、リーチします。もうね、こういうなんか1枚使ってるサブローピンってあんまり個人的には好きじゃない。まあ好き嫌いしちゃいけませんね。まあまあ、ここからはね、何引いてくるかな。はい、スーマン。リャーパーマンもう一回引くのはやめてよって思いながら。チーピン。タイヤオのリャンウピンローピンにもできてたかもしれないけど、リーチ打ちそうだな。さあ、周りの進行を見ていくと、ハンリャンマン、自敗、自敗、ハクナン。まあ、なんか、おやりを。と思ったら、チーソー、あれ、6級層にもなってたよ。さあ、特に強いのを切り出してきてる人もいなくて、チーソーもう一回お帰りなさい。
し、まあまあ、うん、数万の筋でね、まあローマンドラでちょっとおっとは思いましたけど、メンタンピンツも赤ドラ、フリテンの三面茶も上がれてましたね。ローソー、メンタンピンツもイーペーコ赤ドラ、これもなんか高そう。いやー、これな、この配布見るとマジでへこみますね。もうあれですね、検討っていうよりも私の感想がダダ漏れです。このリーチ打ったらもう俺しか上がらんやろと思ってあんまり周り見てなかったんですけど、この時正直、まあ、リーチ打っちゃった後はもう正直お休みタイムだと思っちゃってる部分あるんで、特にね、これ上がれないとかマジであんの、放送でこれ上がれないや、ほんとやってねえわと思ったらね、リャンウーピンローピンだったらウーピン積もってるんだって。でもこれも無理だな。いや無理なのかな。さあ急走も、いやーこのチャンス手で6000オール手順がなんかいくつもある中、流局で2000点の収入です。リーチ棒出してるんでね。いやーまあ一応周りのところも見ましょうか。さあハイパイ、いやーハイパイの時点でもうこれは勝ってるよ正直。そもそもこのリャンゾーマンでもね、アンゾーリャンマンの比較はさすがにさっき言った数万引いて3万のところですね、それがある分って思ってやってます。いやまあこれは結果論で済ましていいんですかね。なんかこういう孤立杯の選択の基準とかもし持ってる方いらっしゃったらちょっとこっそり教えてほしいです。いやいやでもこのサブローピン打つよな。リーチ打った時点で3ピンが1、2、残り2枚、ローピンが1、2、3、4、あローピンもうねえんだ、3ピン2枚しかいないんだって。はい厳しい。マジですか、そうですか。もう完全に周りの方も降りてますね。完全にっていうわけでもないのか。一応下出さんはここまで一応いいシャンテン取ってましたね。急走通ったらの話ですか、まあ、パーソー切りリーチでどうかなっていう感じのところで通ってないピン引いてきて今のちゃんと落としてってって感じでしたね。いやまあこれはもうあとは見るところ特にないと思うんですよね正直。ここはまた、あまあでもそうですね。いやはい、というわけで前局はなんだかついていた振り点になった3色トラさんを積もり、迎えた親番こんなウキウキやろうと思ったら6000オール手順を2回逃し流局した玉でした。はい、というわけで本日の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンぜひ押していただけると嬉しいです。あと先ほど言ったね、孤立杯の選ぶ基準とかもしあったらコメント残していただけると嬉しいです。というわけで本日もご覧いただきありがとうございました。おつなりたまー。